はい、前回のタメ撮りで続きからやっております。せつなけいすけだよ。じゃあ続きやっていくよ。あ、出た。ありがとうね。なんかお土産屋の場所を教えてくれて。じゃあ行こう。他に調べてないところって、あ、この人ら調べてないな。一人ずつ調べていこうか。なんでこんな時に土砂災害が起こるんだよ。でも被害者が出なかったのは不幸中の幸いだったな。もうできんかったんだよ。よかったよかった。弱気そうな青年。好きで好きでたまらない人って時々殺してしまいたくなるよね。あかんよそういう思考。すべてを独占したいんだ。すいませんすいません、危ない人がいます。ちょっと助けてください助けてください助けてください。被害とかそういうのはいいんです。被害者がそうそう出そうなんです。多分将来被害者を出しそうな人が出てきているんです。加害者になりそうな人がそこにいるんです。助けてくださいよ。聞いてくれない。やばい。こっちは強そうな青年。好きなのは分かったけど少し落ち着けよ。お前かなりやばいぞ。ほんとやばいよ。おじいさんやばいと思うよね。事故で動かないもんは仕方あるまいな。まあそんなこと自転車も乗れるようになるじゃろうって。あ、そうじゃなくて、そうじゃなくて、おじいさんおじいさん、この人危ないんです。一種ヤンデレってやつか。ヤンデレって女の子しかおらんかと思ったら男にもおるんやね。怖いわい。どこ行けばいい。まあお土産屋か、お土産買ってやけん、神社か、神社でいいか。昼間でもかい死神よなんて読むこれ。何言ってるのかわからない。まみってるでいいかな。など一部のマスコミが報道してから一般の利用者はほとんどいなくなった場所。あ、ここなんだ。やっぱここで合ってる。この場所に用はない。ここじゃない。お墓ここじゃない。じゃあ墓地あるでよみたいな。墓地あるやん。町の外れにある小さな墓地。お母さんの墓地がある。お墓がある。墓地がある。まあいいや。あ、おじいさんチャンス。お母さんのお墓は黒い洋服のお墓の隣。水桶も書いてこよう。あ、矢印で丁寧に教えてくれたよ。何何？看板は字が読めないぐらいにボロボロになっている。うん。他のお墓とか見て回ろう。他人のお墓、黄色い花が咲いてある。はい、おじいさん、いらっしゃい。いらっしゃいじゃないわ。いらっしゃいました。ほうほう、ひどいでお墓参りかい？若いのに大したもんじゃ。水桶はここで貸し出しておるから自由に使ってええんじゃよ。食べ物をお供えしてもいいんじゃか。墓が汚れる原因にもなるから持って帰っておくれ。え、それなに？ちょっと乗せた後にちょっと経ったらもらい、いただきますの状況なん？お墓が汚れたら悲しむじゃろうからね。そういうもんなん？花はそのままでもええんじゃよ。花なんか持ってきたのかな。水桶を借りた。手に入れた。アイテム欄。おわ、熊のやつもある。よう見た、熊のやつもあったわ。お供え物じゃなくてお土産用。ああそうやな、お土産の、お土産のためにお買いに行った感じか。お供えっていうかお土産なんやな。なるほど。じゃあどんどん調べていこう。他のお墓見たってしょうがないと思うけど、お線香が立っている。ちょっと興味本位な。新しいから隣のおじいさんがお供えもしてたものかも。あ、そうなんだ。おじさんおじさん、あーちょっとまた同じような言葉ばっか。畜生、なんかセリフ変わるかなと思ったんや。手入れがされていなくて汚い。あーかわいそう。なこれなこれ。空き地。あ、いや空き地か。ちょっとなんか崩れたんかと思った。かわいそうと思っとったけど、そうでもなかった。どこにでもありそうなタイプ。そういう言わんといてあげて、ちょっとかわいそう。ピンクのお花が添えてある。花は、なんて書いたんこれ。よくわからない置物が置いてある。よくわからないとか言っちゃダメよ。けどよう見たらよくわからんな、これ。なんかひよこっぽい感じのが乗っかっとるな。お線香が立っている。普通。あ、ダッシュできてまさった。形だけ洋風。別にいいやん、そういうん。周りの砂利まで黒い。きっと高い石を使っている。マジで。いいな。とりあえずもういいや、もう。なんか飽きた。他のはもういい。まずは軽く掃除して、と、熊の置物を備えた。ん？うん。お母さん、また来るね。
熊は盗まれちゃうから、お父さんの部屋に飾っておくね。お父さんに押し付けた。お父さんに押し付けちゃったよ、熊の置物。木彫りの熊を回収した。場違いなほど洋風。ほっとけ。やっぱり調べよう、やっぱり調べよう。ちょっと面白そうなんがありそう。新品に近いほど綺麗。黒光に光している。やや新しい。おしゃれな洋風仕様。手入れがされていない。かわいそう。さて帰ろう。ああ、そうか、そうか。水桶ちゃんと返すんやな。わかったわかった。水桶を、本当にこれ水桶であっとんか、ちょっと疑問になってきたけどね。元の場所に戻した。なんだ？ああ！蝶の幻。見ちゃった。黒い蝶が目の前を横切りすぐに消えていった。あ、おじいさんも。どうしたんだ？顔色が悪いぞい。じいさんじいさん、黒い蝶を見えてしまったよ。おじいさん、今、黒い蝶が横切りましたよね。カララサアゲハって言うんです。わしは目が悪い方じゃが、そんなものはおらんかったぞ。じいさん、老眼じゃないのか、あんた。良い方とか言ったって。老人の良い方つったらね、若い人の悪い方なんだぞ。え、そんな、お母さんの言ってた、蝶の幻？きっと疲れているんだよ。何かを見間違えただけじゃ。見間違えるとしたら何なん？何と見間違えたらあんなん見えるか。疲れてるだけ？お母さんのことを考えてたから何かを見間違えただけなの？夏が終わってもまた暑いからな。夏の疲れが出たんじゃよ。そうかもしれませんね。今日はもう帰ります。うむ、気をつけて帰りなさい。本当に疲れただけなのかな、なんて考えたら。とりあえず家に帰ります。他のところ行ったってしょうがないんでしょ。いいんでしょうがないんです。いやー、屋台とか行けそうな気がする。わー、屋台行ける、これだ、屋台これだ。わーい、無名神社って言うていいんかな。には死神をなんとかってくれて、嫌いな人を消してくれるって言うじゃないの。あー、黒いおばさんだった。嫌いな人を消そうとするんか。いっぺい、お再生をあげないといけないわね。おばあさん、おばあさん怖いよ。いっぱい再生与えて、いっぱい人殺してくれるとか思ったやつやん。怖いよ、このおばあさん。おばあさん。ちょっと、話しかけよる？うん、帽子を男の子。ここは人が多いけど、サッカーができないな。遊べる場所が少ないよ。サッカーボールって、五角形12個、六角形20個で作られてるんだぜ。芸術的だよな。そんな熱弁されてもな。一人一人調べようって、ちょっと、拉致があかんけん。もう家帰ろう。自宅の隣に家ってやるのがちょっと紛らわしくね。家賃は格安やって。あ、帰ってき、お、誰だ誰だ、この金髪ボーイ。うわー、めっちゃ悪いのような感じの見た目のが出てきよった。いや、出かけてきたんだな。留守だったから帰ろうとしてたんだ。あ、来てたんだ。なんか用だったの？彼の名は川江仁郎。仁郎。なんかかっこいいような、渋いような。近くに住む幼なじみ。学校も年齢も違うけど、よく遊びに来たりする。つか年齢いくつなんだ、この二人。ようってほどじゃないんだけど、ちょっと気になることがあってな。気になること？うちの弟が、本当にこれ、夏木でいいんか知らんけど、絵を描いていたんだけど、妙な絵を描いたもんだから。妙な絵？どんな絵なの？持ってきたんだ。ちょっと待ってな。何これ？え？どっかおかしい。あー、なんかちょっと、お姉ちゃんっていうんが、夏希ちゃんなんだろうけど、その後ろに変な影が割る。あ、それよ、ちょっと、お姉ちゃんよりも変な感じで、兄ちゃんがなんか、めっちゃ全体真っ黒血形で描いとんやけど、ちょっとマイクラの村人に金髪生やした感じになっとる。よく描けてるじゃん。すごいよ。でも人狼は服着てないし、木みたいになっちゃってるよ。同じところ突っ込んだ。俺の絵だけがどんどん手抜きになってるんだよ。かわいそう。いや、俺じゃなくて、夏希の絵を見てくれ。なんか黒い影みたいなのが後ろにあるだろう。あいつまだガキだし、影をつけて絵なんて描かないんだ。
それでよ、この影について聞いてみたら、少し前からお姉ちゃんについてるよ、だとさ。やばいぞ。だから何かあったんじゃないかと思って様子を見に来たんだよ。何もなければそれでいいんだけどな。さっき黒い蝶を見たの。その蝶はすぐに薄くなって消えたわ。昔お母さんも黒い蝶の幻を見たって言ってたの。その後すぐに死んじゃったんだけど、私ももしかしたら死んじゃうかもしれない。マジ泣くんじゃねえ。まだ決まったわけでもないだろう。蝶の幻の噂はガキの頃に少し聞いたことがあるが、あんまり詳しくは知らないな。夏樹にももしものことがあったら俺は心配するな。俺が守ってやるさ。どうすればいいのかな。まずは情報収集か。そういうのに詳しい知り合いとかいないのか。俺はバイト先の人で詳しい人がいないか探しに行くよ。ありがとう。とりあえず俺に用があるときは建設現場に来てくれ。弱気になるんだよ。なんで建設現場なん。困ったことがあったら相談してくれよな。この絵も一応渡しておくよ。人狼の弟の絵をもらった。人狼って言うたら人に狼って書いて人狼の方を思い出すんやけど、狼にならないよね、人狼さん。家に帰って少し休んだら私も出かけよう。メニュー欄の入手情報人物に川谷人狼が追加されました。人狼なんやろうな。入手情報人狼。ああ、これで名前見えるで。葉月だった。夏木とか読みよった俺。笹山葉月か。葉月だった。てか高3だった。もうちょい下かと思っとった。なんこれ。趣味料理やって。18歳なんだ。もうちょい下に見えてしまった。ごめんちゃい。幼い頃に母を亡くしている。父親と二人暮らしでボロアパートに住んでいるが、貧乏なわけではない。学校の成績は優秀だけど、非科学的なことも信じている。別にいいやん、そういう女の子おっても。河合人狼。19歳大学生。趣味機械いじり。まあ、年上だとは思っとったな。ナミエちゃんだったっけ？もう名前忘れたんやけど。葉月ってナミエじゃねえ。全然ナミエじゃねえ。葉月ね。覚えとかな。葉月ね。こっちが人狼。人狼の方が覚えやすいな、なんか。葉月の幼なじみ。年齢は一つ上でお兄さんのような存在。曲がったことが大嫌い。欲しいものがあるため勉強よりバイトを優先しているらしい。そうなんじゃ。どちらって言ったら勉強しなさそうなタイプなんやけどな。見た目的に機械いじりってことは何かの専門学校だったりするんかな。建設現場なんもそのためかもしれない。とりあえず大学1年生ってことは割と同い年か。まあ、とりあえず家に入りましょう。開けろ。入りません。こっちだったな。とりあえず休憩。なんや。水を飲んで少し落ち着いたけど、あの絵は何だったのかしら。蝶の絵も見間違いなんか。蝶の絵じゃないわ。幻も見間違いなんかじゃないわ。情報って言っても何から探せばいいのかしら。なんだ？電話？また お父さんかな。早く電話に出なきゃ。じゃじゃん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 。早く電話に出なきゃ。でも回りたい。早く電話に。避けてられない。もしもし、何やっけ。もう名字まで覚えてないっす。残念。笹山だったような気がする。もしもし。しゃーん、なんて読むこれ。なんて読む。何々女子高校の花か、もうわからん漢字ばっか出てくるんだ。なんとか先生。とりあえず、A 先生と呼ばせてもらうか。A 先生、どうしたんですか。今日で時間空いてるかしら。あ、女性だったわ。女性だったわ。ラカシラって女性だった。土曜日だけど、学校に来れそうなら来てほしいの。え？何かあったんですか？何やって、何も忘れた。もう何々さんの写真に、黒い手みたいなものが浮き出てきたのよ。やばいで。
ちょっとびっくりしちゃって、もし時間があるなら直接見てもらった方がいいと思ってね。はい。絵に続き写真も。私は職員室にいるわ。制服でいいから気をつけてきてね。私の身に何が起こっているんだろう。とりあえず学校に向かおう。学校に行くことになりました。人物に花なんて読むこれ。もうこのゲーム読みにくい感じ多すぎやろ。そう、ただでさえ漢字好きでないんぞ俺。情報だったな。あ、結構な美人先生だった。花がね、シオン。シオンって読むこれ。シオンってこんな感じなんじゃん。花がね、シオンか。年齢26歳。葉月のクラスの担任、担任の先生か。年齢が生徒たちと近いこともあり、人気もある。近いってそんなに近くもないような気がするよ。26歳。うん。一番高くて18なんやっけん。それでも8つ離れとって、それを近いって言うんか。よう分からん。普段は優しいけど、いじめ問題には別人のように厳しくなる。そうなんじゃ。そういう先生、いいよな。てか、BGM やん。結構 BGM やん。ちょっと趣味がハテナって言ったことが気になるけど、料理できんけんってハテナにしとる感じかな。なんかそういう系の感じをちょっと想像させられるぜ。まあ、いや、今回はセーブして、だよな。じゃあ、今回はこの辺で。なかなか面白いゲームじゃないですか。では今回はこの辺でって、また言うた俺。まあいいや。ご視聴ありがとうございました。See you again.